どうも皆さんこんにちは、ランタンです。NTK さんの謝罪動画を見たんで、まあ、そのことについてお話していきたいんですけども、まあ、一言で言うとね、まあ、残念であると。ああいう風に自分のやったことに対してね、顔を出して自分のチャンネルでああいう自分の言葉で謝罪動画を上げるっていう、そのこと自体はね、僕もとっても評価したいなと思うんだけども、まあ、話してる内容があまりにもひどすぎると。このことについてお話していきたいんだけども、まあ、エンリケさんの謝罪動画と別にね、まあ、同じ時期に、まあ、青汁王子さんの方のチャンネルで、まあ、青汁さんと対談されてる形で今回の騒動についてエンリケさんがね、語ってるんだけども、まあ、そのね、時のエンリケさんの服装っていうのが謝罪動画の時と同じシャツ着てるから、まあ、おそらくね、その謝罪動画の前後で、まあ、青汁さんと、ああいう動画を撮影されたと思うんだけども、まあ、その内容がね、本当に人ごと、まあ、本当に人ごとだと捉えていると。で、もう全部旦那がやったことで、私はよくわからない。私には よく知らない間で怒ってるっていうことで。で、まあ、青汁さんの方でね、まあ、とはいえ、エンリケさんの名前を使って、こういう詐欺と言われてもおかしくない。ほぼ詐欺行為と言われてもね、仕方がないような行為が行われていて、それについて、大変多くのね、被害者の方がいらっしゃると。まあ、苦しんでる方がたくさんいらっしゃるわけですよ。今回の騒動で。まあ、それに対してね、エンリケさん自身が、じゃあ自分の、自腹を切ってね、旦那がやったこととは関係なく自分の貯金を全部出してね、被害者に対して返金とか当たる必要があるんじゃないかって、青汁さんの指摘に対して、まあ、エンリケさんはね、今、一銭もないとお金が。全部旦那に貸してしまっていると。それ、本当かよと。ね、で、いくら貸したんだって話に対しても、7億って言葉が出て、金額が出たら4億から5億って言われたりね。400円、500円って話じゃないんだからさ、4億と5億でもえらい違いなわけであって、それがね、まあ、いくらなのかってこともあやぐやだし、何聞かれてもね、全然自分が理解していないと。で、もう本当に今旦那がやったことで私は全然知らないみたいな対応で、も被害者に対する謝罪の言葉もね、もうその動画の中ではないと。まあ僕はね、本当に一言だなと思うわけ、エンリケさんが。で、これなんでこういうことが起こるかっていうと、まあエンリケさん自身が、今回に自分に身に振りかかった悪いこと。これをね、もう全部旦那さんのせいにしていると。もう人為自化っていう考え方が全くないわけですよ。自分の行いが全て自分の運命を決めている、結果につながっているっていう、そういう考え方。まあこれは仏教の言葉でもあるし、まあジェームズ・アーレンっていう、その、哲学者の方も言ってる言葉だけども、全てはね、自分の考え、やった行いが自分の結果として現れると。それは、いいことも悪いことも。いいことが起こってもそれはね、自分が努力したからいいことが起こった。悪いことが起こった時も、それは自分の悪い行いが、巡ってね、こういう悪い結果を生んでいるっていう、そういう自因自果っていう考え方ができてないから、こうなっていると。結局この旦那さんと、もともと結婚したのも、エンリケさんが決めた選択。そして旦那さんが言うように会社を任せたのもエンリケさん。そして旦那に言われるがまま金貸したのもエンリケさん。その旦那がエンリケさんの名前を使って多くの人をね、騙したと言われてもおかしくないような行為を行っていて、被害者がたくさんいるんであれば、それもやっぱり、エンリケさんのやった責任なんだよね。そういう考え方ができてないから、どこまで言っても一言。だからもう、本当の意味で反省してるには僕はね、ちょっと思えなかったっていうのはね、エンリケさんの動画見てね、残念に思ったこと。まあ最初の動画とね、シャツの形が変わっていたりとか、まあその辺でね、いろいろ変えたこともあると思うし、そうやって、ね、まあ、謝罪動画上げたことに関しては評価したいと思うけど、残念ながらね、まあ僕としては、本当の意味で反省してないんじゃないかなと思ったんでね、この動画上げてみました。よかったら皆さんの考え、教えてください。それではまた違う動画で会いましょう。バイバイ。雨がすごい。台風気をつけて。